こんばんは。早めのフレーズになると右手と左手のタイミングが合わなくなります。いい練習方法あるのでしょうか？これね、もう散々いろんな練習をしてきましたけど、何でしょうね。バッチコリタイミングを合わせてゆっくりとしたテンポで練習するっていうのと、そしたら次は速いテンポで練習するっていうのと、交互にそれをやるんですよね。例えばこういうフレーズがありますと。みたいな。16部でタカ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 っていう16部に対してタカ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 タタ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 タ、6連符をその間に入れると。っていうのはオルタネートピッキングとかの練習っていう意味ではすごくいいですね。これは割とやってました、僕も。こういう練習とかは結構両手を合わせるっていう上ではいい練習だったりすると思います。